皆さんこんにちは、京都のマサです。今日はこれ桂川ですね。桂川沿いをねちょっと流してますけどね、すごく天気がいいですね今日はね。いや冬でもね天気がいいと気持ちいいんでね、バイクでちょっとね出かけてみたくなりますよね。ちょうどこの左手がね、桂離宮ですね。今日僕がいっぱいね、ありますね。高尾山もちょっとだけ雪あるだけだね。もうほとんど溶けてるかな。この間まではね真っ白になってましたけど、もうだいぶね雪もなくなってますね。山の上もね、京都市内ではね一番高い山ですね、高尾山。そうそう、最近ね忘れ物、もう年だからかな嫌になっちゃうよね。今日でもねこれ電熱グローブねつけて出てきたんですけどね、電池パックをね充電したまま家に忘れてきてね、ただのグローブ電熱の意味がないという、何やってんでしょうねこれ、ただのこもこもこ、携帯も触りにくいしウインカーも出しにくいし、ただのもこもこしたグローブまあこれでもね十分ねあったかいんで、冬でもねどうでしょう、5度ぐらいまでならね問題なく使えますね、電池なしでね。この間もね久しぶりにバイク乗るとき、今日じゃないですよ、この間ね家出てね鍵閉めて家出たらねヘルメット忘れててね、ヘルメットなしでバイクには乗れんだろうって、でおまけにその日はそうだ、大津でカップラーメンね、猫が寄ってきたとこですけど、箸忘れてて、まああれはねスーパーで買い出ししたんだよね、スーパーで買い出しして行ったから箸がなくて、箸入れてくれなくて、でまあいつもならカバンに箸1本入れてるんですけど、箸はああやってねカップラーメン食べたりすること多いんで、まあ、それも入ってなくて、もうどうしたかって言ったら琵琶湖にね流れ着いて漂着してたね足のね枝の綺麗なとこね、
こちょうど橋ぐらいの大きさにしてね、いただいたんですけどね、カップラーメン作る時になって気がつくんだよね、あれ。もう作ってお湯入れてね、あれ箸ないじゃんみたいな、どうすんのこれみたいな。でカバン探しても入ってないし、もうってね、iPhone いじっててもそうだもんね。なんかあの、例えば何かちょっとワード、こうね、まあ、ネットサーフィンじゃないけどね、まあ、あの何か見てて、あ、一つのワードがちょっと気になって、あ、調べたいなと思ってね、新しいページをこう開けるじゃないですか。で、Google で検索しようとして、その間に、あれ何だったっけみたいな。今のことなのにっていうね。今さっきのことがね、あれ何だったっけってなっちゃうんですよね。やばいねこれね、やばいっす、うん、その携帯屋でね、まあ、パスワードとか出てくるんですよね、こうなんかこれ登録した時のパスワード覚えてらっしゃいますか、まあ、機種変更というかね、携帯から iPhone に乗り換えじゃないけど、いろいろこう設定を変えるね、あれパスワードみたいな、このパスワード、ここのパスワードっていろいろパスワードがあって、もう何ね、しかもそれがなんか中には4桁だったり、いろんなパターンがあってね、というのは年とともにね衰えるもので、まあ我ながらね嫌になっちゃいますね本当。